ら、かわいこちゃん。何か質問。よう、久しぶりだな。久しぶり。おう、北斗、エウラーって、お前たち
知り合いだったのか？出会ったのも何かの縁ってな。やり取りをしていくうちに親しくなったんだ。北斗船長とはローマンポートで知り合ったの。モンドには仕入れに来ているそうよ。私は散歩に付き合っているだけ。え？エウロアが積極的に友達を作ろうとするなんて、オイラの聞き間違いじゃないよな。北斗船長とは知り合ったばかりで、まだ友人とは呼べないわ。ただ騎士としてはもてなすべきだと。え？ずっと仲良く喋っていたじゃないか。あれはただの社交辞令だったのか？え？あ、そういう意味じゃなくて、ただこの間私が無礼を働いちゃったから、私なんかと友達になるのは嫌じゃないかと思って。あんな誤解なんて全然気にしてないさ。誤解？何の話だ？ああ、実は数日前のことなんだけどな。船をドーンマンポートに停泊させている間、船員たちと酒場へくつろぎに行ったんだ。だが、そしたら酒場で酔っ払いたちが言い合いを始めちまってな。殴り合いになる寸前で、私は間に入った。ところがだ、そいつらは私の助言を聞き入れようとしなかった。どうしても互いに手を出す気でいたようだったから、ちょっとした方法であいつらを落ち着かせたんだ。で、ちょうどその時見回りをしていたエウルアにその混乱した場面を見られちまった。続きは私から説明するわ。この間ドーマンポートの埠頭で密輸された2が見つかったから、うちは最近パトロールを強化しているの。あの日は知らない顔で、しかも船員の格好をしてたから、そういうことじゃないかと心配になって、北斗船長に入港許可証を出すようお願いしたのよ。手元にないから港のスタッフに確認してくれと北斗船長は言ったわ。でも私はどうしても同行してもらいたくて諦めなかったから、ちょっとしたいざこざが起きたというわけ。しょうがないって、あれがあんたの責務なんだからな。あの時はちょっと飲みすぎてて、私の言葉遣いもきつかったし、その後エウルアと一緒に船に戻って書類を確認してもらったんで、誤解はすぐに解けた。それでちょっと申し訳なく思ったから、酒場に戻ったら一杯おごらせてくれって提案したんだ。で、実際飲んでみたら共通する話題が多くてさ、酒場の営業終了時間まで話し込んじまったよ。昨日北斗船長が今日はモンド城を見て回りたいって言ってたんだけど、私もちょうど騎士団に書類を提出する予定だったから一緒に来たの。さっきから言おうとしてたんだが、私たちはもう友達みたいなもんなんだから気を使わないでくれ。私のことは北斗でいい。そうね、じゃあ遠慮なく。あ、それで騎士団に戻ったら君たちがここで店を開いているって聞いたから、北斗と相談してついでに挨拶しに来たの。そういうことだ。私もモンドの錬金薬がどんなもんか見てみたかったしな。ああ、だが私は頑丈だし、後悔で使うような薬も揃ってるんだよな。そうだな、精神を落ち着かせる安眠効果のある薬はないか？あら、北斗はあまり眠れないの？いやいや、私はぐっすりで、横になったら即夢の中さ、日が昇るまでな。だが私の友人がな、普段いいものばかり食べてる割によく眠れていないようなんだ。贅沢病か、毎日考え事ばかりしているせいかはわからないが、その友達ってもしかして？ああ、そうだ、もう珍しい宝物は見飽きてるだろうしな。もし徹底的に息抜きしてゆっくり眠れるんなら、その方が彼女にとっては貴重だろう。よし、要望はメモしたぜ。それじゃ頼んだ。
薬作りは順調か？よし、これで手土産の用意もできたな。もう帰るの？ドーンマンポートに行くなら送るわよ。ああ、一回りしたからそろそろ帰ろうかと。仲間たちをあんまり待たせるわけにもいかないからな。旅人、パイモン、また今度な。商売繁盛を祈ってるぜ。遊撃小隊を代表して、私も君たちに感謝するわ。